それでは今日のコーナーに行きましょう。歯を守ろう、インプラントの治療法についてです。福島県歯科医師会のご協力でお話を伺いました。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も佐久間デンタルクリニックの佐久間先生にお話を伺います。インプラントって言われているのはもちろん自分の、まあ、こんな簡単に見せてますが手術がしっかりあってですね、ご自分の歯にこのネジみたいなものを入れるんですが、ネジではなくてチタンのちゃんとした合金であって、このネジ山がただ止まってるわけではなく、化学的に結合してもう二度と動かないぐらいに固定されてここにかぶせるっていうのがインプラントっていう話でした。インプラントの良さっていうのは、まあ、一本ということで噛めるっていうことを、まあ、これが利点としてよく言われてるんですが、まあ、この2つと比べて何がじゃあ欠点かって言われると、当然コストが高いってことですね。あとはその全身疾患、高血圧とか糖尿とかいろいろな疾患をお持ちの方とか骨粗しょう症とかによってはちょっとできないケースというのはありますので、そのあたりがまあ難しいところにはなってくるっていうのが。治療法というのはどういう流れになるんでしょう。基本的にはあの1回目の手術っていうのがこういうふうにありまして、まあ歯茎をこう開けてですね、で当然骨がある場所に対してこういうドリリングしてきます。当然麻酔でやりますので痛くはないです。でこの間に、まあ、大体1週間前後ですね、歯茎をまず1回閉じさせていただきます。インプラントが化学的に結合するまでの、今はネジ止めされているような一時固定って言われているもので止まってるんですが、この固定だけではなくって、ここの表面ですね、インプラントの表面と骨が完全にこういうふうに結合する、大体3ヶ月6ヶ月ってありますが、今のインプラントだいぶ早くて最低2週間というのもありますね。そのぐらいでついちゃうのもあります。その後ですね、二次手術って言われているもので、今インプラントは頭は出てませんから、ここに頭を出すような、要は根っこから歯が立ち上がる部分を作るんですね。でそこに型取りをして、これアバットメントって言われている土台みたいな形のものを今度入れていくんですけども、まあ、これを型取りしまして、最終的にかぶせていくっていうやり方。こう使いやすくはなってるわけですか、今現在。結構高齢者の方でもやられる方多いですね。で健康な方なんかは、あの今まで入れ歯使っててどうしても使えなくなってきたなんていう方なんかは、まあ、よく噛めると言われて、すごく、まあ、健康さらに良くなったっていう形はいらっしゃいます。なぜかというと、やっぱりインプラント使うことによって噛むっていうことをもちろん大前提で、第二の胃袋って言われてますので、やっぱり胃で消化する前に口でしっかり咀嚼してあげて、ご飯を入れてあげることって大切だと思うんですが、ただあの若い方でもやっぱり事故とか、なんかやっぱり交通事故とか遭われたりとか、やっぱりその部活動で何かが壊れたなんかっていう時はインプラントにするケースが多いんですが、年齢も実はあんまり若いうちにはできないっていうのがありまして。どうしてですか。あの結局二十歳とかそのぐらいですと骨がまだ成長するわけですよね。骨成長していくので、さっき言ったようにインプラントって骨に完全についちゃいますので、歯は骨に伴って一緒に大きくなっていくんです。前に行くんだったら前に行くんですけど、インプラントだけ取り残されてちゃうんですね、成長に伴って。なのでだいたい成長が止まってるかどうかっていうのを確認して、まあ20歳だとまだまだ早いんです。実はだ30歳前後ぐらいでインプラントって入れていかないと、最悪最低でもですね。こうかなりインプラントを利用される方っていうのは増えてるんですか。そうですね、すごくあのうちももう20年弱になるんですけども、当初に比べると、まあ、ほぼほぼ入れ歯っていうスタイルよりもインプラントっていうスタイルに変わってこられたんじゃないですかね。レントゲンをちょっと見せたいんですが、適応症でこういうものがあります。でもこのレントゲンってこう平面上のレントゲンになるんですね。なのでまあ、実際行くとこの神経の問題とか骨がどのぐらいあるかって言っても、これ高さは分かるんですけど厚みが実際分からないですよね。今ですとこういう写真みたいなものが多いと思うんですが、これちょうど横から切った青い線を横から切ったところの写真になりますね。でこれ緑のところ、赤い線で切った上から見てるラインになります。例えばこれを動かすとですね、こういうふうにこう分かりますね、どこまで行ってるか。で例えばこれ下の顎なんですけども、ここに神経の大きい太い血管があるんですね。はっきり分かるんですね、はい、でそれがインプラントまでの距離とかを
を見ながら、この横でここで見てくるんですけども、はい、こういうものを見ながら見ていくわけです。だから今まで怖かったっていうのは、こういう解剖学的なことが分かりづらかったことと、やっぱり問題としてはこういう下肢相関っていう大きい血管のところに何かを打ってしまったりっていうことがあるんですが、今ですとこの使うインプラントを選んで、じゃあ10ミリぐらいのものを入れましょうってなると、このインプラントを入れますよというシミュレーションですね。そのままをここのレントゲン上の中でシミュレーターできるわけです。ある程度その距離とレントゲンと、あとはこういうメジャーがあるので、そういうのでメジャーで測って、じゃあ何ミリのところに打っていくとか、大体何ミリのものでここまで神経まで到達するとかっていうものを見ていくような、あとはこれをもとにですね、今オペレーションガイドって言われているものなんですけど、そこにインプラントをこうどうにやってもそこにしか打てないようなものができてくるような会社で作ってくれるものも。あ、そうなんですか。メンテナンスはどういうふうにしていけばよろしいんですか。歯周病にはインプラントはなるんですね。当然虫歯にはならないと思いますが、はい、同じように歯周病になっていきます。こうやって骨がこう減ってきますね、はい、で減らないようにですね、やはりこういう歯ブラシとかの指導でしたりとか、まあ、こういう細かいシングルタフトとかスーパーフロスとかいろいろありますが、インプラント用のまあいろいろな機械を使ってお掃除をしたりですね、その衛生士にいろいろこの周囲のポケット、歯周ポケットですねとかをしっかり確認してもらって、インプラントがしっかりついてるかどうかの確認をしながら定期的に見ていかないといけないと思います。インプラントをどういうふうに理解してもらえればいいっていうふうに思いでしょう。ご自分の歯を持続させて持たせてもらうっていうことが僕たちの願いなんですが、やっぱりそこでどうしても、まあ、歯周病だったりとかいろいろな問題によって歯が失った場合に、そこに初めてインプラントっていう選択肢が出てくるんですが、やはり全身的な問題だったりそういうものがありますので、じゃあすぐそれインプラントっていう形ではなくって、本当にかかりつけの先生といろいろ話されて、自分の病気、今後の生活スタイルとか生活環境とか全てそういうものを含めた上で、まあ、一生使えるものっていうわけではないですが、まあ、そのぐらい高額なものにはなってきますので、そういうための選択肢としてのインプラントっていう相談をできれば、今のうちからインプラントの説明する必要はないんですが、歯医者さんに行ってインプラントの治療方法ってどういうものなのかっていうのは知っておくべきなのかなとは思っておりますけども、はい。インプラントはしっかり噛めて健康になるための施術だと感じました。佐久間先生ありがとうございました。歯を守ろうでした。自分の技術をさらに多くの人に役立てられる転職を、それスカウトならきっとできる。そうだ、できました。リクルートダイレクトスカウト、リクルート。おかげさまでベストファームグループは創業30周年。2022年、福島市から県内4カ所に順次オープン予定。相続のご相談をもっと簡単便利に、無料相談受付中、ベストファームで検索。青木のフレッシャーズ、かわいい春、真面目な春、大人の春、行こ今だ。未来サクスーツ応援クーポンで 20% オフ。青木。皆さん、ちょっとしたお仕事お願いしたいときありませんか。シルバー人材センターは経験豊かで頼りになる人材が豊富です。皆さんを応援いたします。ご相談はあなたの町のシルバー人材センター。ここからは新鮮で耳寄りな情報をお届けするフレッシュアップです。お湯があればいつでもどこでもカレーが食べられる日清カレー飯。カップの中にはゴロッとしたルーが入っていて、コリアンダー、カルダモンなどのスパイスや玉ねぎの甘みが特徴。お湯を入れて5分経ったらひたすら混ぜるだけ。美味しいカレーが食べられますよ。簡単でキャンプなどにもぴったり。そんなカレー飯が今回大人気アニメゆるキャンとコラボした外でカレー飯キャンペーンを実施します。登場人物の鏡原なでしこや島凛が登場。カレー飯の公式キャラクターカレー飯くんのキャンプ動画を配信するほか、カレー飯くんの公式ツイッターアカウントをフォロー&リツイートでオリジナルデザインの焚き火台を抽選で30人にプレゼント。さあ
日清カレーメシを持って出かけませんか。大阪王将食べて当てようキャンペーン、リヨンドール各店で羽根付き餃子、プルモチ水餃子などご覧の大阪王将の対象商品7品の中から500円以上購入したレシートを集めて応募してください。抽選で30人の方にリヨンドールなどスーパーマーケットで使えるシジシーグループ共通商品券2000円分を、また10人の方に大阪王将食器セットをプレゼントします。大阪王将の冷凍食品は冷凍とは思えない美味しさ、自宅でも手軽に本格的な料理が味わえますよ。応募はリヨンドール店頭のハガキか TUF のアプリタプリから、締め切りは3月31日まで。大阪王将の冷凍食品を食べて豪華商品を当ててみませんか。続いてはお得な商品を紹介する買い物ラボ、今日の商品はこちらです。寝ることで骨盤周りのバランスを整えて驚きのスッキリボディが目指せ、 TBS ショッピングで12億円以上売り上げる大ヒット商品がバージョンアップして登場、骨盤スリム 3D エアープレミアム。ポッコリお腹に悩んでいるこちらの女性に4週間使用していただくと、今まで履けなかったスカートが履けるように。履けるって違いますね、本当に。今までこうここまでで上がりませんからね。そう、上がらないのがめっちゃイライラしていくんですよね。それがシュッときたので、いやー、引っ掛けてやってよかったなと思って。ということで今回開発者の方とつながっているのでお呼びしましょう。ナオトミさん。はい、こんにちは。いや、今日こそ太ってるかなと思ったけど、素晴らしいスタイルで。延べ3万人以上の女性の骨盤を見てきた骨盤のスペシャリスト、納富さんも以前は体型に悩んでいたのですが、骨盤周りを意識したことで20年以上今の体型をキープ。バージョンアップし、納富さんのこだわりがさらに凝縮したのだそう。今回骨盤周りのバランスを整えてくれるパワーにものすごくこだわったんです。骨盤周りは日常生活などによって前とか、そして後ろ、そして横にバランスが崩れてしまって、日本人女性の多くがこの3つのどれかに当てはまるんですね。でそれがぽっこりお腹などの原因にもなるんですね。そんな骨盤周りのバランスの崩れを 3D エアープレミアムなら15分寝ていれば整えてくれるんです。15分寝てるだけで、スタジオで骨盤スリム 3D エアープレミアムを15分間体験してもらったところ、絶対さっきより違うよ、なんか引き締まった感じもするし、全然なんかシュッとした。15分でこんなに変わるんだ、すごい。寝るとすぐにその凄さを実感。どうですか背中、ね、これだけで気持ちいい。この山のおかげでめちゃくちゃ胸が開きます、背筋が伸びるんだ。今回この背中の部分の形状によって、寝ることで胸が開きやすくなり、上半身のストレッチも同時にできるようになったんです。いや、これだけで気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいです、バージョンアップしたことで人の手で押しているようなパワーに。今回エアバッグに非常にこだわってます。エアの出力量を最大 137% にアップさせたんです。さらに強さのレベルは6段階から選べるようになりました。オンオン、これめっちゃパワフルですね。すっごい、これはすごい、もうパワーがすごい。ちょっと違うじゃん今までと。これでもかってぐらい絞られてます。すごい上がる、上がってる。こっから見ても上がってるの分かる。あ、すごいすごい。うわー、おー、
こいつすげえな。これすごいわ。さらに多彩な手技の再現を目指しています。私のサロンで骨盤周りのケアを行う場合も、骨盤ストレッチ、骨盤揺らし、骨盤引き締め、骨盤絞り、この4つのケアを行います。手は2つしかないのでどうしても限界があります。しかしこの 3D エアプレミアムだったら、いろんな方向から同時にアプローチできます。サロンでも行う骨盤を持ち上げる筋肉のストレッチ、左右に骨盤を揺らし筋肉を緩める、さらに股関節と骨盤の周りを同時に引き締め、骨盤周りを仙骨方向に絞り体のバランスを整える、この4つの手技の再現を目指し、骨盤スリム 3D エアプレミアムは作られているんです。そしてエアバッグの数を増量したことでひねりの動きも再現。今やっていただいた4つのコースで骨盤周りは十分ケアできてるんですが、腰周りのケアもしたくないですか？したいです。腰の斜め横部分にエアバッグを追加して合計18枚になったことで、21パターンだった動きがなんと52パターンに増えました。増えすぎ。エアバッグが増量し、ストレッチ、揺らし、引き締め、絞りに加え腰回りをケアするひねる動きもできるように。あ、すごい楽になった。なんか引き締まった感じがする。ここら辺がすごい、すっきりした感じがすごいするし、なりました。胸もこう開いた感じしますね。後ろがあることによってこっちまですっきり。この3D エアプレミアムを使うと、スタイルアップに重要な体を支える筋肉の脊柱起立筋の筋肉活動量がおよそ 169% に、くびれを作る、はい、外腹斜筋はおよそ 151%、 腹直筋もおよそ 172% にアップする。すごいね。そして消費カロリー量はなんとおよそ 150% にアップしたというデータもあるんですよ。なので長期間使うとより効果的。春からの浜名が18日間体験、果たしてどれだけスッキリしたのか。それでは早速登場してもらいましょう。ランチどうぞ。どうも。あ、なんか隠してる。骨盤スリム 3D エアープレミアムを18日間使用したらどうなったんでしょうか。マントを外してください。はぁ、全然違う。全然違う。すっきりしてる。すごい。シュッとしてますね。そうなんです。横も全然違う。全然違うじゃん。すごい引き締まったよ。はい、ね、くびれが。でただ本当に15分乗ってるだけで、ここでスッキリして、ねえ、すごいね。ありがたいです。これはいいな。横になるだけだもんね。うん、楽ちんだ。ぽっこりお腹に悩んでいる女性に4週間使用していただくと、今まで履けなかったスカートが履けるように。履けるって違いますね。本当に今までこうここまでで上がりませんからね。そう、上がらないのがめっちゃイライラしていくんですよね。それがシュッときたので、かけてやってよかったなと思って。すごい、ありがとうございます。嬉しいです。これちょっとどうするんですか。相当パワーアップしちゃったから高いんじゃないの。一緒にバージョンアップしてきますよね。そう思いますよね。こちらの骨盤スリム 3D エアープレミアムなんですが、メーカー直販サイト価格は税込み29,800円です。まあでも皆さん ね、買い物ラボがこれで終わるわけがない。ないじゃないですか。前も言ったじゃないですかね。大時さんがこのお値段で出すわけないじゃないですか。ね、うん、ね。笑っちゃってる。コントに入ってんの。
買い物ラボさんにはとてもすごくお世話になっていますし、1万3000円引きの税込み1万6800円でいかがでしょうか。めちゃくちゃ引いてくれてる。大丈夫なんですか。大変です。いやですよね。こんな安いなら本当に欲しい。しかもバージョンアップしててこの、ね、お値段だったら納得、ね。ありがとうございます。ぽっこりお腹に悩んでいる女性に4週間使用していただくと、今まで履けなかったスカートが履けるように。履けるって違いますね。本当に今までこうここまでで上がりませんからね。そう、上がらないのがめっちゃイライラしていくんですよね。それがシュンときたので、いやー1ヶ月やってよかったなと思って。骨盤のスペシャリストが監修、バージョンアップした骨盤スリム 3D エアープレミアム、買い物ラボではなんと1万3000円引きの税込み1万6800円に。カラーはダークブラウンとローズレッドの2色からお選びいただけます。骨盤スリム 3D エアプレミアムは骨盤周りをケアしながらストレッチもできちゃうんですよ。これってめちゃくちゃ時短になりますよね。スタイルアップとストレッチが両方楽にできちゃうところがラボ推し。気持ちいい。お申し込みはご覧のフリーダイヤルまで24時間受け付けております。インターネットからもご購入いただけます。気になる商品については TUF ショッピングで検索をお願いします。以上、買い物ラボでした。レディースアデランスでは簡単ストッパースマートタッチの新 CM を放送中。今回の CM ではこれまでの賀来千香子さんに加え、新たに池畑慎之介さんを迎えてレディースアデランスのオーダーメイドウィッグの魅力を伝えています。新たに開発したスマートタッチは突起のようなくし歯と表面のシリコンで髪や頭皮に優しく、風にも強く、運動も安心。ウィッグを頭に乗せてポンと押すだけでピタッと固定できる簡単ストッパーです。今なら2ヶ月間ウィッグを9600円で試せるウィッグお試しキャンペーンも実施中。スマートタッチを採用したレディースアデランスのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-00-0930 まで。2ヶ月ウィッグお試しキャンペーン実施中です。レディースアデランス。フレッシャーズに青木がおすすめするメンズスーツは3ピーススタイル。ベストを着ることでよりかっこよくスタイリッシュに着こなせます。華やかさもプラスされ、成人式や結婚式など幅広いシーンであなたをドレスアップ。一方レディースはどこから見ても綺麗なカービーシルエットの360度綺麗スーツがおすすめ。控えめなストライプスーツや無地調のスーツをご用意しています。シーンやスタイルのお好みに合わせてフレアスカート、タイトスカート、パンツから選べます。ただいまとてもお得なフレッシャーズフェア開催中。詳しくは青木で検索。ここで新型コロナウイルスの最新情報です。県内では昨日、郡山市で133人、会津若松市で80人、いわき市で70人など合わせて514人の感染が確認されました。500人を上回るのは2日連続です。夕方の N スタ福島からです。明日で震災から11年になります。そこでたっぷり福の声のテーマは復興を実感していますかです。投票は TUF の公式アプリタプリからお願いします。そして明日の月金 S は郡山お届け便、富岡町で再開した居酒屋さんについてお伝えします。では最後に天気予報をお伝えします。はい、雲があるところはありますが、青空が見えますね。
また現在中通り浜通りに乾燥注意報、会津中通りに雪崩注意報が出ています。県内のこの後の天気です。晴れるところが多くなるでしょう。風も弱く比較的穏やかな陽気でしょう。にわか雨やにわか雪はない見込みです。ただ中通り浜通りは空気が乾燥するため火の取り扱いにご注意ください。天気予報でした。今日も月金 S をご覧いただきありがとうございました。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは失礼します。